はい、どうも、ナナトだよ。今日はね、スプラシューターコラボを使って、ガチマッチやっていきたいと思います。ギアはね、ガンガン前線行く感じ、復活短縮積んで、まあ、デスしても、カムバックスペゲンで、スペシャルが打てるような、ガンガン前行くギアでやっていきたいと思います。それではやっていこう。はい、マッチングいたしました。ショッツル鉱山な。ガチャスリー!よし、やっていくぞ。行くぞ。最近ね、こういうコメントがあって、ナナトさんが、珍しく俺って言ってるっていうコメントがあってね、で、ナナト、あ、ナナトって言っちゃった。最近決めたことがあっても、自分のことナナトっていうのやめようって思って、もうやめますってか、うん。で、普段は俺って言ってるんだよ。で、ちょくちょく、結構 YouTube 始めた時はもう自分のことナナトって言おうって決めてたけど、まあ、普段俺って言ってるから、配信中とか動画内でも、たまに俺俺言ってたんだよ。で、まあ、ナナトっていうのがね、まあ、コメント欄でも、自分のことナナトって言うと気持ち悪いっていうコメントもあったし、まあ、逆にそれがいいっていう人もあったんだけど、ちょっとやばいな、これ。あれ!あれ、何喋ったか忘れた。もう試合しながら喋るの難しい。スプラトゥーンってさ、話しながらやるの結構難しいよね、集中。なんか、常になんか、こう、忙しいから。で、何話してるか。あ、そう、で、ナナトっていうのやめようって思った原因があって、一つの原因があって、まあ、リアルでね、リアルの友達と話してる時も、ふとナナトって言うようになっちゃってるんだよね。もうこれやべえなと思って。しかも友達に結構ガン引きされて、え、何みたいな。うん、まあ、そういうのもあって、もう、俺に統一しようって。でもまだ不意にナナトって出ちゃうと思うけど、まあ、あんまり気にしないでください。はい、それだけでーす。これからのナナトの一人称は俺です。はい。では、やってきまーす。もう結構どうでもいい情報なんだよね。やばいな、これ。あー、ました。落ちるんかーい落ちてるんかーい。で、あ、なんだっけ。なんでナナトって、自分のことナナトって言ってたかっていうと、まあ自分の名前覚えてもらいやすいようにっていう、まあそんな結構単純な理由なんだけど、あと自分が YouTube 始める前に見てた、好きな配信者が、その自分のことを、自分の一人称をね、YouTube の名前で言ってたか、まあそういう理由があって、俺は今までずっと自分のことナナトって呼んでた。いや、コメント欄で気持ち悪いとかって言われてたから。その時ももうやめようかなって思ってたけど、まあいいや。ずっと長く言ってた。でもこれからは俺にします。うん、さあ、しっかりと当てていく。さあ、もう、シューター系の武器ってさ、シューター系かわかんないけど、とにかく、スプラトゥーンってなんか1時間ぐらいやんないと、普段の意味出ないよ。よし、アサリ。ガチアサリはね、アサリを集めることが最大の、あれ、攻撃だって最大の防御だから。アサリ集めることにして敵はアサリ集めてないから。そう。結構ね、ガチアサリ全然集めない人いるけど、絶対集めた方がいい。だってアサリ集めないデメリットがほぼないからな。アサリ集めれば敵、アサリ発生しなくなって敵、アサリ、あれだから、回収できなくなるからね。普通に考えて。まあ、アサリはあんまずっと持ちすぎて、自分やられて敵にアサリ渡しちゃうっていう時もあるんだけど、基本的にアサリ集めた方が有利になる。これは間違いない。ガチアサリ本当にね、たまにいる。アサリ集めない。全く集めないで立ち回る人。もったいないキルできてるのにっていう時がある。アサリはね、絶対集めながら戦うから、ガチアサリは。敵がほら、上で敵がアサリ何個持ってるかってわかるじゃん。もう敵がほら、こうやって今29個とかって持ってたら焦るじゃん。だからアサリ持ってると焦るんだよ、敵が。焦るし結構やばいなってなるから、それはもう、自分たちのチームがアサリ持ってる時も同じで、アサリ持ってた方が、あれなんだ、結構いい感じ、いい感じというか、絶対、いい。絶対良い。よし、行くぞ。さあやっていく。やっぱスプラッシュボム強いな。スプラッシュボムが強い。やっていく。な、割とキルしちゃうな、この試合。当たっていく、危ねえ。今のはちょっと乱数そこそこ良かった。
ジャンプすると当たんないかな、結構。せやっぱ。危ねえ、神エイも見せていく。ちょっと結構、エイム、ぴったんぱんかな。当てていく、ジェッパ。いいね。気持ちいいジェッパ。せやれず、あれなんかボールか。さあ、こっち。さあ、4まで進めて、これ、ノックアウト無理か。じゃあこれ、最後、敵のカウンターステイで終わりだな。オッケー、終わった。ノノノ、ナイスー。しっかりと勝っていく。オッケー、23キル。ノノノ、ナイスー。ハイマッチングいたしました。ショッツル鉱山な。ガチャスリー。よし、やっていくぞー。やっていくぞー。パンパンパン。うわー、もう、やだ。あのね、ショッツル、ショッツル、あの、ね、ハイドラントとか、エクスプラッシャーとか、もう、あの、射程投げる武器が強い、ほんとに。もう、はい、近づけねえもん、ハイドラ。もう、正直メインだけだと。もう、サブとスペシャルうまく使いこなさないと。いや、ラッキー、私もね、ラッキーキル。近づけねえんだよ、あれ。どせば、いや、もうこれ、エクスプラッシャーとかね。もう、ずるいずるい、もうずるくはないんだけど。ジェットパック当てていく。さ、いや当たんないか今の。さあ、さあハイドラントこっち。さあどうする？どうする？ナイス。オッケー。さあこれでしっかりと入れていきたいかな。ほい。やばい、後ろからパブラッチャー。どっから出てきてるこれ。わかんない、敵が後ろにハイドラントがいて、いや当たんないか。さあ1個入れて。完成チャンスでいいです。いやーまだダメか。ちょっと M 頑張った。1枚しか持っていけない。もう OKOKOK。さあ、開幕44までカウントを進めていく。ナイス。で、敵がでも、あ、ガチあさり1個持ってて、カウンターあさりも1個あるから、カウンターに気をつけながら戦っていきたい。これちょっと打ち合い負けるとまずいよ。これちょっとデスできない。いや、ちょっと危険。危険ですね。早く鉄砲溜まれ。鉄砲が溜まっていくけど、うわ、穴かぁ。さっぱりで。ちょっときついな、これ。いや、マジか、ハイドラント。もう、ハイドラント、鉄砲狩るの強いよなぁ。やばいなぁ。リードされるかもな。でも、敵があんまりアサリ持ってないから、ギリは大丈夫、ギリギリ大丈夫そうだけど。しっかりと、しっかりと。防衛は全員で、ガチャあさりは。やっぱ寿司これいいな、使いやすいわ。オッケー、ラッキーキル。さあ、ここに一発当てた。ナイス、バレる。ナイスー。さあ、これで。さあ、このままホームに。スプラッシュボム強いな。スプラッシュボムが強いよ。スプラッシュボムの7隣のコツは、もうなんか敵のいるところに投げるんじゃなくて、敵の逃げ道にボム置いたりした方が、いや、ダメか、これ。いや、ハイドラントに対して、ああいう引き打ちジェッパー何も意味ないわ。引いたところで全然射程届くわ。でもな、引き打ちジェッパーは射程の短い武器とかには有効だけど、ああやって射程長い武器には、全然有効じゃねえよ。射程が通るしな。いや、ハイドラントをさ、ハイドラントカスタム入れたから本当に増えたよな。めっちゃ強いしなすよね。トラップアーマーで、あの長射程、普通に強いわ、ハイドラント。やばい、ちょっと足を持ったら。じゃあ、ジェットパック。ちょっとまたハイドラにやられそうですわ。やった。いやーん、いや、エッチだな。着地狩りしてくるなんて、ほんとに。ちょっとまずいな、ちょっと。着地変えたい。絶対着地変えたい。いや、入れられるもしゃあない。これ絶対入れられちゃうから。オッケー。あ、でもリードされてないんだ。オッケーオッケーオッケー。ステージャン確認して。オッケー。やっぱスプラッシュボム、お強い。当たらない。ナイス。
いや、これ相打ち。ハイドロッド、ほんとにキルタイム早い。あと43秒。やばい、これはバレてない。ちょっと慎重に行こう。いや、ここでガバイブだったー。まあ1枚持ってったけど、またハイドロッドだよ。いや、今のエイム頑張ったな、もったいない。あそこでガバイマ、やばい、これリードされる。あ、でも敵ガチアサリ持ってない。アサリ、いや、だ、でもこれ勝った勝った。まあ、敵がアサリ集める意識がかなり低かったな。あのタイミング、対面より先にアサリ集めないと延長戦にも入んないぞ。OK、77。ナイス。しっかりと勝っていく。これ味方も強かったな、なかなか。よっしゃー、勝ったー。ガチャセの動画久々だったかもしれない。OK、77。ナイス。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあ、じゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。